8時になりました。明日11月14日火曜日に向けた株式投資についてお伝えいたします。まずは概況、期後に発表された有望 IR、 その他の IR、 今日の好決算で急落した銘柄、昨日発表された IR の値上がり率ランキング、本日のストップ高ストップ安、本日の値上がり率値下がり率ランキング、新規上場スケジュール、決算スケジュール、配当関連情報、明日のデイトレ候補、トピック、今日の気になるチャート、去年の今、最後に本日のバッド IR の順でお伝えいたします。まずは概況です。ダウ、ナスダック、日経ともに上げとなりました。ダウは391ドルの上げ、プラス 1.15%。ナスダックは276ポイントの上げ、プラス 2.05%。日経は17円の上げ、プラス 0.05%。1ドルは151円79銭。引き続き151円台で推移しております。午後2時時点での東証プライムは、値上がりが552銘柄、値下がりが1065銘柄、変わらずが40銘柄、過半数の銘柄が下げた状況です。アメリカの方は金利先高感が後退し、大型ハイテク株を中心に買われました。ストックス指数は 4% を超える上昇となっています。日本の方はアメリカ市場の流れを受け、寄り付きは半導体株を中心に買われましたが、その後は利益確定売りに押されて上げ幅を縮小しました。アメリカ国債10年ものの利回りは、引き続き 4.6% 台で推移しております。日本の方は上昇し 0.89% 台で推移している状況です。ドル円の方は引き続き151円台で推移しています。原油の方は引き続き1バレル、76ドル台で推移しています。業種別株価指数の方は上げ下げまちまちな展開となりました。倉庫運輸の一つ頭を受けた上げが目立ちます。化学の下げが目立っています。売買高ランキングの方は上げ下げまちまちな状況となりました。1位のレーザーテックの売買代金はこれで33日連続で2000億円台を確保しています。本日半導体株は上げ下げまちまちとなりました。銀行株はアメリカの長期金利が高止まりしていることと国内の新発10年債利回りが上昇したことでこのように買われております。資生堂は中国の買い控えで下方修正したことによりストップ安まで売り込まれました。経済スケジュールの方は明日の CPI が山場です。次に引き後に発表された有望 IR です。まず、大黒電機。大黒電機はパチンコホール向け運用システムの最大手です。今期計上を 2.4 倍上方修正、11期ぶり最高益、配当も50円増額という発表がなされました。24年3月期第2クォーターの連結計上利益は前年同期比 9.1 倍の79.3 億円に急拡大した。合わせて通期の同利益を従来予想の 43.5 億円から106億円に 2.4 倍上方修正し、増益率が 2.1 倍から 2.5 倍に拡大し、11期ぶりに過去最高益を更新する見通しとなった。業績好調に伴い、今期の年間配当を従来計画の50円から100円に大幅増額修正した。7月から9月期第2クォーターの連結計上利益は前年同期比 5.5 倍の 30.8 億円に急拡大し、売上営業利益率は前年同期の 9.5% から 23.2% に急改善した。こういった内容です。本日の株価は4020円。出来高は62万株です。
この62万株より若干少ないくらいですが、40万株の信用改ざんがある状況です。1年の株価の動きは1月6日に1786円ですので、かなり低い位置です。ここら辺の位置です。そして9月20日に6120円ですので、ここが最高値です。直近はこのように25日線に頭を抑えられた下げトレンドでの今回の IR です。今回増配しましたが、それほど配当が高いというわけではありません。一方、稼ぐ力 ROE、ROA は非常に高い会社です。信用買いが多いという点はご注意ください。次に、つぶらやフィールズです。つぶらやフィールズは遊戯機販売の大手です。企画開発、版権ビジネスを展開しています。紙機計上が 57% 増益で着地。1月から9月期も 8% 増益という発表がなされました。24年3月期第2クォーターの連結計上利益は前年同期比 57.4% 増の59億円に拡大し、通期計画の122億円に対する進捗率は前年同期の 33.5% を上回る 48.4% に達した。1月から9月期第2クォーターの連結計上利益は前年同期比 7.5% 増の 37.2 億円に伸びたが、売上営業利益率は前年同期の 9.9% から 9.1% に悪化した。こういった内容です。本日の株価は1536円。出来高は180万株です。この180万株の2倍弱ですが、300万株の信用改ざんがある状況です。1年の株価の動きは10月24日に1468円ですので、ここが最安値です。一方、8月8日に3380円ですので、ここが最高値です。直近はこのように25日線に頭を抑えられた下げトレンドでの今回の IR です。信用買いが多いという点はご注意ください。次にジャパンベストレスキューシステムです。こちらは TOB です。1株1000円での TOB。TOB ですのでチャート等詳細は割愛いたします。明日のストップ高は750円ですが、買えればまだ上値余地はあるものの、本日の出来高は14万1100株ですので、かなりの激戦が予想されます。次にグリーンズ。グリーンズはビジネスホテルやシティホテルを展開する会社です。4月から9月期、第1クォーター計上は 2.2 倍増益という発表がなされました。24年6月期、第1クォーターの連結計上利益は前年同期比 2.2 倍の 15.5 億円に急拡大し、通期計画の34億円に対する進捗率は 45.6% に達し、さらに前年同期の 19.8% も上回った。7月から9月期、第1クォーターの売上営業利益率は前年同期の 8.3% から 16.0% に急改善した。こういった内容です。本日の株価は1495円。出来高は14万株です。この14万株の3倍くらいですが、50万株の信用改ざんがある状況です。1年の株価の動きは1月4日に972円ですので、かなり低い位置です。ここら辺の位置です。そして一方、8月16日に1888円ですので、ここら辺の位置が最高値です。直近はこのように25日線に頭を抑えられた下げトレンドでの今回の IR です。稼ぐ力は非常に高い状況です。
信用買いが多いという点はご注意ください。次にマリオンです。マリオンは賃貸用不動産の運営、管理を行う会社です。今期経常は 2.5 倍増で4期ぶり最高益、10円増配という発表がなされました。23年9月期の経常利益は前の期比 77.8% 増の1億6000万円に伸び、24年9月期も前期比 2.5 倍の4億円に急拡大を見込み、4期ぶりに過去最高益を更新する見通しとなった。3期連続増収になる。同時に今期の年間配当は前期比10円増の24円に大幅増配する方針とした。4月から9月期第4クォーターの経常損益は5000万円の赤字に赤字幅が拡大したが、売上営業利益率は前年同期の 0.0% から 0.0% とほぼ横ばいだった。こういった状況です。本日の株価は1470円。出来高は6万9000株です。この6万9000株より若干少ない数ですが、5万2000株の信用改ざんがある状況です。1年の株価の動きは1月6日に914円ですので、ここら辺の位置です。そして10月27日に2230円ですので、ここが最高値です。直近はあまり明確なトレンドがない状況での今回の IR です。PBR は1倍割れで、PER を加味しても割安な状況です。一方、配当は低く、稼ぐ力も低い状況です。さらに、時価総額も23億円で非常に低い形です。信用買いが多いという点はご注意ください。次に、大村紙業です。大村紙業は段ボール製品を製造する会社です。上期経常は 4% 増益、今期配当を20円増配という発表がなされました。24年3月期第2クォーターの経常利益は前年同期比 4.2% 増の1億7500万円に伸び、通期計画の3億円に対する進捗率は 58.3% に達し、5年平均の 53.7% も上回った。同時に期末一括配当を従来計画の10円から30円に大幅増額修正した。7月から9月期第2クォーターの経常利益は前年同期比 17.3% 増の9500万円に伸び、売上営業利益率は前年同期の 5.9% から 6.8% に改善した。こういった状況です。本日の株価は601円。出来高は1万1000株です。この1万1000株の6倍近い数ですが、6万2000株の信用買いざんがある状況です。1年の株価の動きは1月16日に505円ですので、ここら辺の位置です。一方、10月2日に605円ですが、本日高値610円つけておりますので、本日が年初来高値です。直近はあまり明確なトレンドがない状態での今回の IR です。PBR は1倍割れで PER を加味しても割安な状況です。配当は今回の増配で 5% 近い状況、4.99% になりました。ただし、時価総額は非常に低く、ROE、ROA、稼ぐ力も非常に低い状況です。信用買いが多いという点はご注意ください。次に注目の決算。本日、場中で発表された注目の決算についてお話しいたします。まず、鹿島建設。12時の発表で今期経常を 2% 上方修正。この決算を受けて、本日はこのように下げとなってしまいました。3ヶ月チャートこのようになっていて、明確なトレンドはない状況です。そして九州フィナンシャルグループ。
12時30分の発表で、上期経常が 9% 減益で着地、4月から9月期も 50% 減益という発表です。この発表を受けて、場中はマイナス 7.46% の下げとなりました。スタートの方はこのように25日線をサポートラインとして上げトレンドの状況でした。次に体制建設。14時の発表で今期最終を 4% 上方修正。この発表を受けて場中はマイナス 0.58% の下げとなってしまいました。スタートの方はあまり明確なトレンドはない状況です。次に注目の決算、英語の発表についてお話しいたします。まずメルカリ、15時の発表で7月から9月期、第1クォーター最終は 4.5 倍の増益。本日場中はマイナス 0.85% の下げでした。3ヶ月チャートはこのようにボックス的な動きの上値位置にいる状況です。そしてゆうちょ銀行、15時の発表で上期経常が 15% 増益で着地、7月から9月期も 36% 増益。本日場中はプラス 1.05% の上げでした。3ヶ月チャートはこのように25日線をサポートラインとした上げトレンドになっています。そしで、日本郵政、15時の発表で、上期経常が 14% 増益で着地。7月から9月期も 23% 増益という発表でした。本日場中の方はプラス 0.54% の上げ。3ヶ月チャートはこのように25日線をサポートラインとした上げトレンドでした。そして、みずほフィナンシャル。15時30分の発表で、今期最終を 5% 上方修正、配当も5円増額という内容です。本日場中はプラス 1.25% の上げ、3ヶ月チャートは明確なトレンドは見られない状況です。そして、福岡フィナンシャルグループ、15時の発表で今期経常を 34% 下方修正、本日場中はマイナス 0.61% の下げ。3ヶ月チャートは明確なトレンドは見られない状況です。そして光通信。15時の発表で上期最終は 3% 増益で着地。今期配当を6円増額修正。本日場中はマイナス 1.40% の下げでした。3ヶ月チャートはこのように25日線に頭を押さえられた下げトレンドになっている状況です。トータの IR です。まず、売買代金5億円以上のクラスから。この6銘柄については今お話した内容です。この他に奥村組が 59% の増益、熊谷組は 14% の増益、待機者は 11% の上方修正、UT グループは 34% の下方修正、AI メカテックは赤字縮小。ちょっと読めないです。すみません。2% の減益、アドベンチャーは 50% の減益、そしてガンホーオンラインが 6% の減益、GMOペイメントゲートウェイが 15% の増益、前期配当を7円増額、今期は14円増配、博報堂は 29% の下方修正、ポートは 49% の増益、パーク社テクノロジーは上振れ着地、今期は15億円、GMO フィナンシャルゲートは 25% 増で9期連続最高益、前期配当を7円増額、今期は6円増配。プラスアルファコンサルティングは 31% 増で6期連続最高益、3円の増配。KI スター不動産は
35% の減益に下方修正、配当も56円減額。タツモは 34% の増益。デルタフライファーマは赤字拡大。日本新薬は 4% の上方修正、最高益予想を上乗せ、配当も4円増額。そしてラクスは今期経常は 3.2 倍増で3期ぶり最高益、配当も 0.2 円増額。サイボーズは 2.6 倍の増益、通期計画を超過。ロイヤルホールディングスは 25% の上方修正。ダブルスコープは 78% の減益。日本郵政は 14% の増益。オプトランは 31% の減益。福岡フィナンシャルは 34% の下方修正。厚生は 7% の減益。ただし、通期計画を超過。アピアグループは 7% の上方修正。最高益予想を上乗せ。メルカリは 4.5 倍増益で着地。堀場製作所は 5% の上方修正。配当も5円増額。日本マイクロニクスは 66% の上方修正、配当も11円増額。漢方生命保険は 2.9 倍の増益。そしてゆうちょ銀行は 15% の増益。能率後半は 28% の上方修正。スノーピークは 64% の減益。突販は12% 増益に上方修正。シーズン時計は 10% の上方修正。青空銀行は 30% の減益。YAC ホールディングスは 19% の下方修正。みずほフィナンシャルは 5% の上方修正。配当も5円増額。北洋銀行は 24% 減益。池田泉州は 4% 増益。近鉄グループは 5% の下方修正。日本エクスプレスは 13% の下方修正。スカイマークは 46% の増益。通期計画を超過。光通信は 3% の増益。今期配当を6円増額。以上が発表されております。次にその他の IR。今度は売買代金5億円未満のクラスです。時間が間に合わなくなったため、すべては拾えておりません。ここはお見せするだけに留めますので、ご興味のあるとこ、一時停止でご覧ください。まず1ページ目、2ページ目、3ページ目、4ページ目、5ページ目、6ページ目、7ページ目、8ページ目、9ページ目、10ページ目、11ページ目、12ページ目、以上です。次に、好決算で本日下げた銘柄についてお話しいたします。まず、先週金曜日、11月10日に決算を発表しているものについて、本日はゲオホールディングスが上方修正と5円の増額を金曜日発表しておりましたが、本日マイナス 12.67% の下げ、キーパー技研は微増益を金曜日に発表しておりましたが、本日はマイナス 11.54% の下げ、アレントは 2.4 倍の増益を発表していましたが、マイナス 9.09% の下げ、ロート製薬は 5% の上方修正で最高益予想を上乗せ、配当も3円の増額を発表していましたが、本日はマイナス 8.46% の下げ。平田機構は 45% の増益を金曜日に発表していましたが、マイナス 7.49% の下げ。青山商事は 6% の上方修正、配当も18円増額を金曜日に発表しておりましたが、マイナス 4.05% の下げ。北欧フィナンシャルは 21% の増益を発表しておりましたが、本日マイナス 3.15% の下げ。滋賀銀行は 11% の増益を発表していましたが、
本日はマイナス 2.74% の下げでした。次に、好決算で下げた銘柄、本日場中に決算を発表した銘柄についてお話しいたします。まず、小田原エンジニアリング、2.3 倍の増益を本日場中で発表しましたが、結果はマイナス 9.66% の下げ。ビジョンは 93% の増益を本日場中で発表しましたが、結果はマイナス 7.77% の下げとなりました。次に昨日発表された IR の値上がり率ランキングです。値上がり率第1位はベネッセホールディングスでした。TOB を発表したことにより、前日比 23.1% の株価上昇。本日、寄りからストップ高でしたので、より引けでの差はありません。第2位はユニバンス。情報修正と増配を発表したことにより、前日比 20.2% の株価上昇。本日、寄りからストップ高でしたので、より引けでの差はありません。第3位は住友ゴム。情報修正と増配を発表したことにより、前日比 14.7% の株価上昇。本日、寄りで買って引けで売ると、3.4% の利益となっておりました。4位以下、ご覧の結果となっております。13位まで。そして、25位まで。そして、37位まで。50位まで。そして、55位までです。次に、本日のストップ高とストップ安です。本日、ストップ高。8件出ております。ウェルビー、日本コンピュータダイナミクス、ジャパンエンジンは2日連続、港ホールディングス、名村造船所は2日連続、ユニバンス、日中サービス、ベネッセホールディングス。このうちウェルビーは鈴研との資本業務提携を発表したことによります。日本コンピュータダイナミクスは増益です。ジャパンエンジンは情報修正と増配です。港ホールディングスは増益です。名村造船所は増益と増配です。ユニバンスは情報修正と増配です。日中サービスは TOB です。ベネッセも TOB です。次にストップ安です。本日ストップ安多く7件出ております。ULS グループ。チャットワーク、資生堂、東方亜鉛、ゲームカードジョイコ、ピークス、ネクストーン。このうち ULS グループは減益です。チャットワークは赤字拡大の下方修正です。ピークスは赤字に下方修正、配当も5円減額。ネクストーンは減益に下方修正。資生堂は中国の買い控えで、今期最終を 36% 下方修正。東方亜鉛は赤字に下方修正。配当は50円を未定に変更。ゲームカードジョイコは第三者割当による新株予約券の発行がストップ安の原因となっております。次に本日の値上がり率、値下がり率ランキングです。値上がり率第1位は大泉製作所でした。前日比 25.2% の株価上昇。第2位はベネッセホールディングス。前日比 23.1% の株価上昇。第3位は日中サービス。前日比 21.7% の株価上昇。値下がりの方は第1位が天笠。前日比マイナス 30.1% の株価下落。第2位が東方亜鉛。前日比マイナス 25.5% の株価下落。第3位はゲームカードジョイコ。前日比マイナス 22.4% の株価下落でした。次に新規上場スケジュールです。ジャパンアイウェアホールディングスの方は抽選申し込み受付終了です。そしてバリュークリエーションも抽選申し込み受付終了です。12月に入るとアスマーク、そして QPS 研究所が予定されています。次に決算スケジュールです。明日は
508件が決算発表を予定しています。今週、来週の注目決算、このようになっております。数が多いので、売買代金5億円以上の銘柄に絞ってお話しいたします。まず、場中発表、11時に力の元ホールディングス、12時に DIC、そしてトリドール、ヤクルト、第一生命、日本ピラー工業、コメ兵、そして引け後になるとサンドラッグ、T&D ホールディング、マイクロアド、SMC、マルイグループ、メドレー。このうちトリドールは次回中間決算、進捗率は 79%。サンドラッグは貸借倍率1倍割れです。そして、ギフティ、そして、ハイバラ製作所、テルモ、フリー、松木をここから、セイコーグループ、三井住友フィナンシャル、井出光興産、天寿ホールディングス、エアトリ、東芝、電通グループ、オープンハウスグループ、そして、野村マイクロサイエンス、日本ペイント、アサヒインテック、東洋タイヤ、フェローテック、ユニバーサルエンターテイメント、GNI グループ、三井住友トラスト、A バランス、アウトソーシング、ベネフィットワン、三菱 UFJ フィナンシャルグループ、インフォリッチ、2週間分の決算スケジュールはこの動画をご参照ください。次に配当関連情報です。11月の高配当ランキング、年間利回りではこのようになっています。11月単月での利回りはこのようになっています。11月の権利付き最終日は11月28日火曜日です。そして12月の高配当ランキング、年間配当での利回りランキングはこのようになっています。そして、単月での利回りランキングはこのようになっています。12月の権利付き最終日は12月27日水曜日です。詳細はこれらの動画をご参照ください。次に明日のデイトレ候補10選です。明日、場中で大きな値動きをしそうな銘柄としては、ブレインパッド、富士石油、住友ゴム工業、北川製機、名村造船所、日力、無糖製鋼、大光電子通信、レオパレス21、ジェノバ。このあたりが明日のデイトリに向いてくるのではないかと思われます。次にトピックです。本日、日産化学についてお話しいたします。最高益の更新記録が10年で途絶えてしまいました。こちらは昨年の11月12日に日経新聞から出た記事です。日産化学10年連続最高益、今期最終 9% 増、農薬化学品牽引。このように10年連続の最高益更新でしたが、先週金曜日発表された決算では今期計上を 8% 下方修正となってしまいました。まだ第二四半期ですので、この先の第三四半期本決算での持ち直しを期待したいところです。日産化学の方、こちらは3ヶ月チャートですが、この決算発表を受けて本日 10% を超える大幅安となってしまいました。次に今日の気になるチャートです。本日、内海造船についてお話しいたします。内海造船は 年間の建造席数が 8席から12席の中堅の造船メーカーです。中型船から小型フェリーまで多彩な船種を建造し、新造船事業と修繕船事業を展開している会社です。こちらが2007年からの売上、そして利益の推移ですが、ここ数年、パッとしない業績でしたが、2022年あたりから徐々に売上が伸びている状況です。
売上の構成としてはこのようにリベリアが 36.9%、 日本が 36.2%、 パナマが 12.8%、 リベリア向けとパナマ向けでほぼ売上の半分を占めている状況です。こちらは6ヶ月のチャートですが、内海造船、8月1日に4月から6月期第1クォーター計上は26倍増益、通期計画を超過という発表したことにより、このように株価は一気に急騰しました。その後、しばらくは横横の状態が続きました。しかし、こちらが11月6日に発表された決算です。上期計上は13倍増益、通期計画を超過という内容で発表しましたが、決算発表の翌日は寄らずのストップ安となり、翌日も2日連続でのストップ安となりました。株価は半値近い3000円台で推移している状況です。この急落の理由が書かれている記事がこちらです。内海造船ストップ安売り気配、通期予想据え置きなどで失望売りが優勢に、前日に上半期決算を発表、営業利益は 26.9 億円で前年同期比 10.8 倍の水準となっている。ただ第1クォーターの 19.9 億円と比較すると、7月から9月期の収益水準は低下しており、サプライズは限定的な状態となっている。むしろ通期計画は7億円、前期比 8.6% 減を据え置いており、失望感が優勢の展開となっている模様。会社側では低採算の内航船の売上の比率が今後高まることで、収益圧迫要因になると見ている。このような内容でした。こちらは信用状況ですが、急騰した8月以来、そう大きく信用買いが増えているという状況ではありません。本日の株価は4110円。出来高は35万株です。こちらは2022年、2023年、2024年の売上高、経常利益、最終利益、一株利益、一株配当の動きです。このように増収減益の見込みになっています。株価の方は PBR は1倍割れですが、PER を加味すると割安とは言えない状況です。配当は低く、稼ぐ力も低い状況です。需給は可もなく、不可もない状況になっています。こちらはテクニカルの状況ですが、パラボリックは下げて点灯、マックリーは下げトレンド、RSI は30付近で推移しています。ボリンジャーバンドはバンド幅を拡大し、一旦はマイナス3シグマに飛びましたが、マイナス2シグマに戻ってきました。本日の上げは、名村造船所に引っ張られたものだと思われ、まだサインは見えませんが、反転を監視したいチャートです。次に去年の今です。昨年の1週間後を振り返るセクションです。今年もまた同じことが起こるかもしれません。また上がるという確信じみた話ではありませんので、その点はご注意ください。本日は昨年の11月18日について振り返ります。昨年、まだここは、一部、決算の、影響が残っている状況です。ミクニがインドメーカーから燃料噴射システムを受注したという発表により、前日比 23.3% の株価上昇。マイクロ波は三井化学へ実証実験設備を供給したことで、前日比 12.6% の株価上昇。そしてラクオリアは臨床試験の開始と情報修正を発表したことにより、前日比 12.6% の株価上昇。アバールデータは
情報修正と増配を発表したことにより、前日比 11.7% の株価上昇でした。次に本日のバプト IR についてお話しいたします。本日 UT グループについてお話しいたします。こちらは UT グループの本日17時に発表された決算です。UT グループは製造派遣と請負の大手です。今期経常を 34% 下方修正。24年3月期第2クォーターの連結経常利益は前年同期比 23.0% 減の 52.1 億円に減った。合わせて通期の同利益を従来予想の141億円から93億円に 34.0% 下方修正し、増益率が 59.6% 増から 5.3% 増に縮小する見通しとなった。7月から9月期第2クォーターの連結経常利益は前年同期比 30.1% 減の 24.6 億円に落ち込み、売上営業利益率は前年同期の 8.2% から 6.0% に悪化した。こういった発表でした。本日の株価は2137円。出来高は48万株です。この48万株の 1.5 倍くらいですが、67万株の信用概算がある状況です。1年の株価の動きは、10月31日に1818円ですので、ここが最安値。一方、6月21日に3205円ですので、ここら辺の位置です。このように直近は25日線に頭を押さえられた下げトレンドでの今回の発表です。信用買いも非常に多い状況になっています。明日に向けた株式投資についてお伝えいたしました。高評価、チャンネル登録いただけるととても嬉しいです。よろしくお願いいたします。